はい、皆さんこんにちは、足尾です。今回は上熊本立体交差をご紹介します。 JR 九州鹿児島本線の崇城大学前駅付近から上熊本駅を挟んで熊本駅直前の地点までの重層型の立体交差です。この立体交差は鹿児島本線部分の高架が完成するまでの期間限定で見られた立体交差です。現在は見られませんが、現役当時の様子をご紹介します。見学は2012年1月です。よろしくお願いします。上熊本立体交差は JR 九州鹿児島本線が地平、九州新幹線が高架の配置となっています。区間は崇城大学前駅下り方付近から上熊本駅を挟んで熊本駅上り方付近までの約 4km にわたります。この区間は2001年に始まった熊本県の JR 鹿児島本線等連続立体交差事業によるもので、もともと鹿児島本線のあった用地に九州新幹線を建設するため東側に一時仮線切り替えをしました。そして九州新幹線開業直後に二次仮線切り替えを行い、九州新幹線高架化に移したものです。そのために九州新幹線は当初より仮線を受け入れるための空間を要した高架構造としていました。2011年5月24日に鹿児島本線の仮線切り替えが行われ立体交差成立、2015年3月14日に一部を除いて高架完成により線路切り替え、4年弱にわたる期間限定の立体交差でした。崇城大学前駅から立体交差起点型開始部を見てみましょう。複線の鹿児島本線が九州新幹線高架の下に潜り込むように伸びています。左側のこの空間が切り替え前までの一時仮線が通っていた場所です。熊本駅側から見てみましょう。熊本駅の起点型約600メートルの位置です。カーブしながら高架から線路が出てきている様子がわかります。これは鹿児島本線の高架構造物です。九州新幹線の北岡公園橋梁の下をくぐり九州新幹線高架化へと続いています。下り列車からの全面展望を見てみましょう。崇城大学前駅を出発します。出発してすぐに九州新幹線高架の下に入り立体交差となります。途中には上熊本駅があり停車します。上熊本駅を出発します。高架橋に挟まれた狭い空間のためか、建築限界に抵触しないように信号機、背板が一部切除されています。踏切の見通しは極めて悪いです。九州新幹線の北岡公園橋梁の下あたりが立体交差の出口です。熊本駅の第一場内信号機があります。立体交差を過ぎると右手に熊本駅部の高架工事現場を望みながら熊本駅1番線に到着です。今回は高架工事により期間限定で成立した立体交差の姿をご紹介しました。期
期間限定ながらも約4キロにわたる長区間の縦走型立体交差は全国的にも珍しく、観察することができて幸運だったと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。